東京大学大学院総合文化研究科、教養学部。東京大学大学院総合文化研究科、東京大学大学院総合文化研究科、英語表記、グラデュエートスクールオブアーツサイオンセスは、東京大学に設置される、大学院研究科の一つである。また、東京大学教養学部、東京大学教養学部、英語表記、は、 東京大学に設置される学部の一つである。いずれも、キャンパスの所在地名から駒場と呼ばれる。教養学部の教育課程は、前期課程と後期課程に分かれている。総合文化研究科と教養学部は一体となって、運営されているため、この記事で合わせて解説する。東京大学大学院総合文化研究科教養学部は、 東京英語学校大学予備門旧生第一、高等学校及び旧制東京高等学校の流れを組んでおり、東京大学の他部局とは異なる遠隔を持つ。また、キャンパスも独立しており、教養学部独自の学園祭、駒場祭を持つなど、東京大学の入学者は、全員が6つの科類、門下1類、2類、3類、理科1類、2類、3類に分かれて、 教養学部に所属し、2年間の前期課程を履修する。入学選考時に、各科類を指定して出願する、東京大学の入学試験を参照。入学後の点類はできない。カ類により、後期課程に進学可能な学部、学科がおおよそ決まっている、進学振り分けを参照。教育内容の詳細は、前期課程教育で解説するが、前期課程教育のうち、基礎科目は、 将来の進度に応じて、軽いごとに履修科目が指定されている。1949年の学部設置当初は前期課程のみであったが、1951年に後期課程として教養学科が設置された。ただし学部設置当初から後期課程を設置することが予定されていた。その後、学科新設、改祖が行われるが、1996年に、 学科組織が大きく再編され、六学科、長域文化科学科、地域文化研究学科、総合社会科学科、基礎科学科、広域科学科、生命、認知科学科となる。それまでは主に文科生が進学する、教養学科第一に属していた、科学史、科学哲学、人文地理学、認知行動科学が、それぞれ主に理科生が進学する基礎科学科、広域科学科、 生命、認知科学科に移行したことは、特筆に値する。2011年に学科を再編し、現在の産学科、教養学科、学際科学科、統合自然科学科となる。教育内容については、後期課程教育を参照。教養学部後期課程から接続する、大学院として1983年に設置された。学際性と国際性を理念に掲げ、 人文科学、社会科学、自然科学の枠を超えた、領域横断的な教育、研究が行われており、国際関係論、相関社会科学、表彰文化論など、総合文化研究科、教養学部を発祥の地とする学問分野も存在している。国際社会科学専攻は、国際関係論と相関社会科学の2分野から構成されている。また、科学史、 科学哲学、文化人類学、人文地理学など多学部、研究科に含まれない分野も、総合文化研究科で研究されている。言語情報科学専攻、長域文化科学専攻、地域文化研究専攻、国際社会科学専攻、広域科学専攻、三学系がある。施設は、東京都目黒区駒場の、東京大学駒場アイキャンパスに設置されている。 同キャンパスには、数理科学研究科も設置されているが、総合文化研究科、教養学部と、数理科学研究科の事務組織は一体となっており、総合文化研究科、数理科学研究科、教養学部事務部、教養学部等事務部となっている。総合文化研究科、教養学部のシンボルマークは3枚の柏の葉を重ねたもので、 旧制第一高等学校のシンボルであり、1999年に制定された。法律する三層構造を表している。は、総合文化研究科に、その他は、教養学部に関連した事項である。東京大学における大学院重点化によって、教養学部の教員も、総合文化研究科に所属変更された。ただし、数学教員は、 数理科学研究科へ、教養学部長も総合文化研究課長が兼任する形になっている。前期家庭教育を行う教員組織は部会と呼ばれており、大学院総合文化研究科、数理科学研究科に所属する教員で構成されている東京大学は大学院重点化されたため教養学部の教員も大学院属となっている。なお、 大学院重点化される前は、学科目制をとっており、外国語学科、人文科学科、社会科学科、自然科学科、保健体育科の語学科目が置かれ、その中に、現在の部会に相当する、各教室が置かれていた。以下の語専攻が設置されている。広域科学専攻は、自然科学の研究が中心であるが、心理学、人文地理学、科学史、 科学哲学のような学際分野も含まれている。広域科学専攻については、教員数が100名を超える大規模な専攻であるため、産学系に分けられている。各専攻の他に、専攻横断プログラムが設置されている。教養教育開発機構2005年設置と生命科学構造化センター2006年設置を融合し、2010年4月設立された。 総合文化研究科では以下の3件が文部科学省の21世紀 COE プログラムに採択された。いずれも総合文化研究科の学際的研究を生かしたものとなっている。21世紀 COE プログラムの共生のための国際哲学交流センターを継承した以下の拠点がグローバル COE プログラムに採択された。本節では そのような事情を踏まえて東京大学における教養教育を特に詳細に解説する。このような東京大学の教養教育への取り組みは2003年に文部科学省の特色ある大学教育支援プログラムに教養教育と大学院先端研究との創造的連携の推進として採択された。また二千七年には現代的教育ニーズ取り組み支援プログラムに ICT を活用した新たな教養教育の実現、アクティブラーニングの進化による国際標準の授業モデル構築マイナスが採択された。その他には大学教育の国際化推進プログラムとして国際標準の学部初年時教育実現のモデル構築から留学生も視野に入れた先進的研修プログラムの施行マイナス、2006年、 国際連携による発年実教養教育のモデル実現職員、学生の三角を通した学びのエンパワーメントマイナス2007年が採択されている。現在のカリキュラムは2006年度に開始されたが、1993年から2005年のカリキュラムの基本的な枠組みを継承している。大きく基礎科目、総合科目、主題科目の3つに大別され、そのうち、 基礎科目がいわゆる必修科目である。進学振り分けは基礎科目、総合科目の成績に基づいて行われる。なお、期末レポートにて表説などの不適切行為が判明した場合、当該学期の履修前科目の単位が無効となる承知が取られる。後期課程の各学部、学科への進学は2年生の前半終了時に内定する。 学科により進学可能な定員があるため、希望者の多い学科に進む場合は、それまでの1年半の履修成績により選考が行われる。この選考のことを、進学振り分け、略称、新振りと呼ぶ。進学振り分けは、学生が前期家庭教育で教養を習得した後で、進路選択をできるようにするためのシステムであり、多彩な進路選択が可能になるというメリットがあるが、 その一方で、成績競争が起きているのも事実である。専門学部には、前期課程を廃止し、専門教育を早い時期から行うべきだと主張する、教員一部いるが、教養学部は断固反対している。軽いにより、後期課程に進学可能な学部、学科が決まっており、おおよそ次のようになっている、各学部で、最も進学者数の多いところを、太字で表す。 このほか、教養学部の後期課程には、一部の文化を除きどの、軽いからも進学できる。また、学部、学科によっては上に記した、軽い以外からの進学も、少数ではあるが認められる、合計進学。2008年度進学者より、全軽い進学枠が設けられ、どの軽いからでも全ての学部、学科、ではないに進学できるようになった。2007年度進学者までは、 文一から法学部、文字から経済学部、理想から医学部医学科へは希望すれば全員進学できたが2008年度進学者からは高類と同様に成績による選考がなされる。進学振り分けで内定した学生は2年生の後半4学期には主に内定した学部の後期課程の講義を履修する前期課程の講義も履修できる。ただし法学部 文学部と教職課程は2年生の前半、3学期から開始される。2006年度、2007年度進学者までは、経済学部の講義も3学期から開講されていたが、全科類進学枠の導入に合わせて、4学期開始に変更された。また、内定できなかった学生は2年生の前半、3学期から1年生の後半、2学期に戻る。年の一種であるが、 同じ学年に泊まる留年とは異なるため、後年と呼ばれる。2015年度入学者からは、進学振り分けに変わる制度として、進学選択が行われる。それに伴って1セメスター内で所得できる単位に上限がつくキャップ制が導入され、今まで可能であった、総合科目の欠席、不可単位の成績倍率の低減、通称、追い出しが不可能になる。 教養学部後期課程では、教員数に比べて学生が少ないため、綿密な教育が行われている。学際性と国際性を重視しており、外国語教育が充実しているの文化を除いて、外国語が必修であるのも印である。また、後期課程共通科目が設置されており、専門以外の分野も幅広く学べるようになっている。一般の大学と異なり、 ゼミに所属するという制度がないが、ゼミ形式の授業が多数開講されており複数、あるいは一つのそれを任意に履修することになる。その他に、全学部、後期課程、大学院研究科の学生を対象とした、スポーツトレーニングの授業を、教養学部後期課程科目として開講しており、本郷キャンパス五殿下記念館、または、駒場バキャンパで受講することができる。 教養学部後期課程では1995年より、エイケム、アイコム、アブロードインコマバと呼ばれる短期交換留学制度が行われている。16カ国24大学と協定を結んでおり、の文化を除く、後期課程の学生は1年間協定校に留学できる。また、一定数の留学生を受け入れており、文化、社会などの授業を英語で開講している。 ここでは、前期課程のクラス活動と、駒場祭りについて解説する。運動会、サークルや5月祭などについては、東京大学学生生活で解説されているので、合わせて参照すると良い。教養学部前期課程にはクラスがあり、学生はいずれかのクラスに所属することになっている。学生が所属するクラスは、所属カ類と基礎科目の選択外国語、英語。 日本語以外によって決められている基礎科目の選択外国語は入学時に決定し入学後の変更はできない。基礎科目や一部の総合科目、主に理科生向けの自然科学分野の授業はクラスごとに受講する授業が指定されていい。クラスは教養学部の学生自治の基本単位となっており、学生自治会の代議員や自治委員はクラスごとに選ばれる。また、5月祭や 駒場祭り、全都市入生歓迎フェスティバル、新フェスにクラス単位参加したり、試験対策プリント、略称、試験プリをクラスで作成するなど、前期家庭の学生生活では、クラス活動が重要なものとなっている。駒場祭、駒場祭、駒場フェスティバル、略称、駒祭りは、東京大学駒場キャンパスで開催される、大学祭。 教養学部前期家庭の学生のみで構成される、駒場祭委員会により開催されている。例年11月下旬勤労感謝の日付近の3日間、開催されている。駒場祭りの起源は、1891年、明治24年に、旧正第一高等学校、一校で開催された第一回記念祭にまで、遡る。1950年、 昭和25年3月1校が廃止され、新生東京大学に移行した後、同年11月25日に第一回駒場祭りが開催され、現在に至る。初代委員長は小倉勘太郎を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。